初めての映画時をかける少女でした。本当はここに真っ黒な墨がついてるはずなんですけど、でもまあいいでしょう。撮影が去年の春休み、そして公開は夏休みだったんですけれども、映画ってやっぱりテレビに比べて本当に大掛かりで大変なんだなって思いました。それでは主題歌時をかける少女行ってみましょう。レッツシング。